シスグラスの地中イメージシスグラスは、オランダに拠点を置く SIS ピッチーズ社が販売、施行するスポーツ競技場向けの打ち込み、式ハイブリッド芝である。FC バルセロナのトレーニングピッチセントジョージズパークでの検査シスグラス、採用、2018ロシア W 杯の開幕戦、決勝戦の会場天然芝の補強材として人工繊維を打ち込み、そこに、 天然芝の根が成長して絡み合う仕組み。透水性が向上することで、芝生の健康な育成にも寄与する。SIS ピッチーズ社は、シスグラスを試行したピッチは、天然芝のみのものと比較すると、耐久性が増し芝の回復が早まると主張している。シスグラスは、チェルシー FC や、ベシクタシュ JK などの有名クラブのスタジアム、練習場施行をはじめ、 イングランド代表チームのキャンプ地、セントジョージズパークや、2018FIFA ワールドカップ開幕戦及び決勝戦が行われた、ルジニキスタジアムにも導入されている。2018FIFA ワールドカップの12会場のうち、2会場は、天然芝、6会場に、シスグラス、2会場に、グラスマスター、2会場に、その他、ハイブリッド芝が採用されている。 日本では、ビッセル神戸が2016年10月に、神戸市西区にある練習場でシスグラスの試験試行を行い、J リーグによる実証実験、第三者機関によるフィールドテストを経て、2017年7月の日本、プロサッカーリーグ理事会で2018シーズンによりビッセル神戸の本拠地である、三崎公園球技場のハイブリッド芝ピッチナイフ設を承認。 フィールドテストでは、当該ハイブリッド芝は、安全性及び質の点において、天然芝と同等であることが確認された。なお、今回の実証実験の成功要因は、グローイングライトやジオンコントロースシステム等、天然芝育成環境の確保によるところが大きいと、推察されるとの総評を与えている。また、ラグビーワールドカップ2019の開催地にもなった。 東京スタジアムにも2019年に導入されている。日本総代理店は神戸市須磨区に本社を置く株式会社系 2K。シスグラスと類人のハイブリッド芝商品にデッソスポーツシステムズ社のグラスマスターがあるが、両社は人工繊維の素材が異なっている。デッソグラスマスターは強度や耐久性に優れているという理由からポリプロピレンを一方、 シスグラスは柔軟性と耐久性、皮膚神話性に着目し、ポリエチレンを採用している。またシスグラスのために、独自開発された人工船 EMN ウルトラは、フィファ及びワールドラグビーの認可を受けている。ありがとうございます。